イサヤ・ジョージ・オズボーンは、イングランド・バーミンガム出身のサッカー選手。ホレスト・グリーン・ローバーズ f c 所属。ポジションは、守備的ミッドフィールダー。2006年10月26日のフラム FC 戦で、途中出場ながらもプレミアリーグデビューを飾る。ところが、アストン・ビラ FC のマーティン・オニール監督には気に入られているものの、デビュー以降は、 出場機会に恵まれず2008年1月には、レスターシティ FC へのレンタル移籍契約がまとまるも、オズボーンの負傷を危惧したオニール監督によって、この契約は撤回される。こうして結果的に、アストンビラに残ったオズボーンには、やはり限られた出場機会しか与えられず、2009年3月に2008から09シーズン終了までの期限で、ノッティンガムフォレスト FC に、 レンタル移籍を果たす。ここでは十分なプレイ時間を与えられ、2009から10シーズンからは再びアストンビラに復帰している。2009年11月5日にミドルズブライフ C にレンタル移籍した。2014年10月17日、フットボールリーグ1のスカンソープユナイテッド FC に3ヶ月間の契約で加入。翌年1月5日に シーズン末まで契約を延長した。2015から16シーズンより、ウォルソール FC と1年契約を結んだ。翌年8月5日に契約を1年を延長した。2017年9月22日、ホレストグリーンローバーズ FC に、シーズン終了までの契約で移籍した。ありがとうございます。